正解者、挙手をしていただいてこちらが指名しますので、その答えて当たった方にプレゼントしたいと思います。はい、それでは第1問、ドゥドゥン。それでは、そうですね、この茨城空港がと、ここの茨城空港ができて何年目に入るでしょうか。1、3年、3年目。2、5年目。3、4年目。なんか順番がまあいいや、まあいいよ。1番が3年目、3年目。2番が5年目、3番が4年目。分かった人、どうしよっかな。じゃあ、はい、じゃあ、あそこの女の子元気だから、一番早かったから。3番は4年目。4年目。あ、惜しい、惜しい。もう一回、もう一回。2番。難しい問題だったけど、よく答えてくれました、はい、ありがとうございます。3年目だったね。今年の3月で茨城空港は5年目を迎えました。ということで、5年目を迎えましたというか、今5年目に入っているんですよね、と、うん、いうことで、正解は2番の5年目でした。はい、なんか質問していい？はい、いいよ。お名前なんですか？柳千夏です。何歳ですか？問題難しかった、うん、難しかったって。でも、おめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。いっぱい聞いてね。それでは、じゃあ2問目に行きたいと思います。それでは2問目、ドゥドゥン。ですね、国内線なんですけど、この茨城空港の国内線は何箇所、何箇所に行ける国内線があるでしょう。日本語おかしい。合ってると思うよ。合ってる。何箇所目指して飛行機は飛ぶでしょうか。ここから飛行機で何箇所どこに行けるでしょうか。国内線ですよ、国内線。1、3箇所。2、6箇所。3、10箇所。分かった人。誰がいいかな。誰がいい、どうしようかな。じゃあ、こまり8人もいるよ。誰がいい。なんかさっきから超こうピーンと上げてるんで、その子で前の子で。あ、じゃあ、チャイルドピースを言った可愛い女の子で。今日でね、福岡便と名古屋便が何箇所ですか。緊張しちゃってるかな。1番か2番か3番、好きな数字言ってもらっていいですか。緊張しちゃうよね。2番かな。2番かな。あー、2番。大正解です。やったー。そうなんですよね。お母さん、ありがとうございます。はい、ございます。ありがとう、たくさん聞いてください。あ、何歳？6歳。6歳。すごい。あ、小学生ですか？6歳で6箇所。何それ。それ違いしなったのね。そうそうそう。はい、ということでね、今回のこの福岡名古屋便を合わせまして6箇所飛んでいますね、国内線。その他にも、海外線と上海線に行けるね、と、飛行機も出てますので、皆さんぜひぜひご利用ください。いいね、那覇も行けるもんね。札幌も行けるし、そう、北から南まで日本に行けちゃうよ。長野にも行けるし。いいな。いいね。名古屋も福岡も。今度旅行行こうよ。行こうね、行きたい。ね、あ、そう、ゴールデンウィークとか、ね、あー、いいな。行けるかな。行けたらいいね。皆さんもぜひぜひご利用ください。そして3問目、サービス問題。ダダン。はい、これは多分ね、選択肢ありません。すっごく簡単。簡単です。はい。茨城県の県庁所在地はどこでしょうか。分かった人。はーい。あ、じゃあ一番真ん中にいる赤いコートを着たお母さん。オッケー、行ってくる。行ってらっしゃい。一番早く。
ったよ。もうこれは早かったです。サービス問題ですね。ね、わかるはず。愛藤氏です。愛藤氏、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。簡単すぎたかな。あの、私たちがね、水戸のご当地アイドルですのでね。はい、どこからいらしたんですか。水戸市です。おー、水戸市、ありがとうございます。水戸ご当地アイドル、かっこかりのこと知ってましたか。知ってました。あー、嬉しい。すごい嬉しいです。大ダラボー祭りで、お会いしました。あ、大ダラボーのお祭りですか。ふれあい祭り、ありがとうございます。ぜひ聞いてください。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、ショーも終わりましたので、ね、すごい風強くて、そう、芝生とか砂とか目に入ってないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。最後まで頑張って見ていただけると嬉しいです。ありがとうございます。それでは次の曲に行きますか。行きましょう。次の曲なんですけど、私たちがフライハイって言ったら皆さんもフライハイって返してくれると嬉しいです。それでは聴いてください。水戸ご当地アイドルかっこかりでフライハイ。君の仕方駒送り、ただの偶然、これは埋めてもいた